それでは ES 細胞と IPS 細胞について説明します。ES 細胞は肺盤胞内の内部細胞界から作られた細胞です。ES 細胞は最初はマウスの肺盤胞内の内部細胞界を培養することで作られました。肺盤胞っていうのはカエルの胞肺に相当する肺のことです。ES 細胞は 様々な細胞に分化することができます。これを多能性を持つなどと表現します。ES 細胞は多能性を持ったまま分裂し続け増殖することができます。これが肺板法のイメージです。内部細胞界の周りにある栄養外肺葉っていうのはやがて胎板を形成していきます。一方、内部細胞界は胎児になっていきます。 ES 細胞はこの内部細胞界から作られます。内部細胞界の細胞を取り出して適切に培養することで ES 細胞が得られます。ES 細胞はいろいろな細胞に分化する可能性を秘めています。例えるなら ES 細胞は白紙の紙です。そこにいろんな絵を描くことができます。 ES 細胞は肺性幹細胞とも言われます。肺っていうのは、まあすごく大雑把に言えば、受精卵から赤ちゃんになるまでの間の時期の個体のこと。幹細胞っていうのは、まあこれも大雑把に言えば、他の種類の細胞に分化する能力を維持したまま自己増殖することができる細胞のことです。ES 細胞の使い方としては、 例えば、得られた ES 細胞を様々な細胞に分化させて、それを患者に移植することなどが考えられます。ただ、いくつか課題もあります。ES 細胞は患者自身の細胞から作られたわけではありません。したがって、移植をするときに拒絶反応が起こる危険があります。また、 受精卵を使用するという倫理的な問題も無視できません。それでは次に iPS 細胞について見ていきます。iPS 細胞は分化した細胞にいくつかの遺伝子を導入することで多能性を獲得させた細胞です。iPS 細胞は ES 細胞にそっくりな性質を持っています。ES 細胞を白紙の紙に例えるなら、 IPS 細胞は一度書かれた絵を全部消してもう一度白紙に戻した紙のようなイメージです。IPS 細胞は患者の細胞から作ることができるので拒絶反応を回避することができます。また、IPS 細胞の作成には受精卵を使用しないので倫理的な問題も少ないです。 人工的に作られた組織や臓器を利用して、機能不全を起こした組織や臓器の機能を代替するような治療法を再生医療と言います。ES 細胞や IPS 細胞は再生医療の研究に利用されています。では、お疲れ様でした。もう一度復習してみてください。